Halo semua, aku Rio. Selamat datang channel aku. Kita akan sambung lagi New Gundam Breaker. Yuri. Sekolah dari 通達があったわ。私たちとの対決に応じるって。 本当ですか？生徒会長直々のものだから間違いないと思う。伊織ちゃん、ここ最近落ち着かない様子だったけれど、もう大丈夫なの？は、その大丈夫です。彼のおかげで目が覚めました。そっか、よかった。伊織先輩も復活したし、 しっかり準備しないと。私も頑張ってサポートします。そうだね。しばらくは個別にミッションで自主トレかな。マリカちゃん、手伝ってくれる？はい。なら、あなたは私とミッションね。Yes. この間のあれはどういう意味？やでー、あでー、キュートにゃ。 はっきり言わないで。もう恥じらいってものがないの？ それで、 遅い！止まって見えるわ！クエストクリア！一つずつ潰して！
ていきましょう。クエスト開始。どこから潰そうかしら。次に壊されたいのは誰かしら。始まってちょうだい。クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。回収の王が何だろう。全て奪い取るのみよ。さあ行きましょう。この場を支配するのは私たちよ。クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。もちろん次に壊されたいのは誰かしら。クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。ギムナート、キーパーキーパーツはこちらの手の中に。取れるものなら取ってみなさい。どうしてくれようかしら。
Repot.話をするとね、最近ちょっとガンプラの楽しさを見失ってた気がするの。生徒会のことを意識しすぎて空回りして、今思うと本当にバカだったなって。目を覚まさせてくれた。思い出せたの、初めてガンプラを作った時の感動を。いや、それでね、私そのあらまきゅうね、あらまバトル中はあんな感じだし、ユイ先輩とかマリカみたいに可愛げもないけど、そのあなたのことが、その好きなんだと思う。あなたはどう？私と一緒にいてくれる？ Yes. Yes. ありがとう。私ね、この学園のみんなにガンプラバトルの強さだけじゃなくて楽しさをもっと知ってほしい。それが私の本当に目指すものだって気づけたの。でもきっと一人だと迷ってくじけそうになる時もあると思う。あなたと一緒なら、隣にあなたがいればもう迷わない。そう信じられる気がするの。だからこれからもよろしくね。Lama cute-nya tuh tadi. Ini deh. Sambung lagi. Kitaka. Oroka mono domo me. Ya. Apa saja lah, apa saja kok. Dou iu koto desu ka, Fuku Kaichou? Watashi tachi o tsubusu teidou nara, Seito Kaichou ga dete kuru hitsuyou wa nai. Sou iu koto desu ka?
勇気。生徒会長の考えは俺の理解の及ぶところではない。ここから先は何人たりとも倒産。ここを通りたくば私たちを倒していくがいい。よしな。リョーコ、語るべき言葉はない。お前たちにこの学園を変える力があるか否か試させてもらおう。ガンプラバトルで強い者こそ正義、弱い者は悪。今ここでそれを証明してやろう。いいえ、違います。違うとようやく本当の意味で気づけました。だから私たちの自由で楽しいガンプラバトルを返してもらいます。ついにやってきました、この一戦。怒涛無双の快進撃を続けるサイドゼロと副会長率いる生徒会精鋭部隊のバトル。この緊迫のバトルは実況を私シャクのリンコが放送部の独占生配信にてお送りします。さあ、ガンブレ学園の行く末を決める対決の前哨戦となるこの戦い、果たしてどちらにその軍配は上がるのか。それではガンプラバトル、レディーゴー。 Let's go! Let's go, go!出す反乱分子め、すぐに潰してくれる。放送部部長シャクのリンコ、本日も全力で命がけでバトル実況をさせていただきます。お前の実力見せてもらおう。第三勢力がギミック周辺に出ました。このクエストをクリアするとギミックが使用可能になります。あごめんね、あごめんね、え、あごめんね。どうぞ、サイドゼロ、先に進むことができるのは強者のみ。弱者はここで散りゆくがいい。ポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。見たいな、もっと奪わせてちょうだい。ターゲット確認、これより破壊するわ。プレイヤー6撃破されました。プレイヤー3撃破されました。ギミック周辺に出ました。このクエストをクリアするとギミックが使用可能になります。このクエスト、君ならどう攻略する？このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。クエストクリアだ。貴様らに遅れを取ってなるものか。第三勢力の討伐クエスト開始です。さあ、どちらがより多くのターゲットを仕留めることができるのか。やれる時にやれることをするのが本当の意志、いや、ガンプラビルダーというものだ。やりましたね、チームレッド。これは大きなポイントです。
何の問題もない。想定通りにことは進んでいる。ターゲット確認。これより破壊するわ。プレイヤー6撃破されました。悪いが先に行かせてもらう。遅れた者は花火を眺めていると。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。失敗。次は確実に潰す。プレイヤー3撃破されました。プレイヤー2撃破されました。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。クエスト失敗か。次はクリアしていく。任せ。チームレッドポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。美しいガンプラさばき、さすがです。やりましたねチームブルー。これは大きなポイントです。まだ足りないわ。もっと奪わせてちょうだい。キーパーツ回収クエスト開始。どちらが先にキーパーツを回収できるのでしょうか。先に進むことができるのは強者のみ。ジャクサはここで散りゆくがいい。今チームブルーの手にキーパーツが渡りました。さあ回収は間に合うのか。チームレッドポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。この程度のクエスト造作もない。次に行こう。私は逃げも隠れもしない。さあかかってきなさい。プレイヤー1撃破されました。プレイヤー3撃破されました。プレイヤー2撃破されました。チームレッドポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。まだまだこれから。次のクエストで取り返しましょう。やりましたねチームブルー。これは大きなポイントです。なんて強さなんだ。短期間でこの俺を倒すほどに。さすがはソロモンの魔女といったところか。その名はもう捨てました。ただ強さを求める魔女はもういない。今の私はチームサイドゼロのコーラ伊織です。これが私たちのガンプラバトル。仲間と協力して精一杯楽しんで、そうすればきっとどんな相手にだって負けはしない。それを私はようやく学びました。ガンプラバトルを純粋に楽しむ心、それが今の私の強さの秘密です。副会長。乾杯だな副会長。申し訳ございません。楽しくだと。そうか、そうだな。勇気と二人でバトルしていた頃は確かに楽しかった。だがもうあの頃には戻れない。俺では
もうあいつの高みには届かない。なら私たちが思い出させてみせます、生徒会長に。できるのか、貴様らに。誰でも変わることはできるはずです、私のように。きっと。そうか、ならその夢物語にかけてみよう。受け取れ、生徒会室のカードキーだ。生徒会長は勇気を頼む。ええ、任せて。頑張ります。さあ行きましょう。私たちのバトルを、本当のガンプラバトルを生徒会長に見せに。Alright guys, sampai sini ya. Thanks for watching. Jangan lupa like video ini dan subscribe dan share dan tinggalkan like. Okay, thank you. Okay, bye bye.